はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回なんですが、前回のアップデート情報の動画の時に、公式ツイッターの方しか見てなくて、こっちのポルンガルーレットの詳細などなど、いろいろなものについてちょっと触れていなかったので、これに触れていきたいと思います。はい、ポルンガ究極ドラゴンボールバトル登場。演出やボーナス内容もパワーアップ。究極ドラゴンボールを集めてバトルを優位に進めよう。はい、これね、だいぶポルンガルーレットが進化しまして、まあ、目押しができるようになっただけじゃなくって、この効果がめちゃくちゃ強くなってんだよ。もう前回の2倍3倍ぐらい強くなってて、まずこれ、敵チームに3つのマイナス効果、敵チームに3000ダメージ、敵チーム全員の気力をダウン、敵チームのヒーローエナジーをゼロにするっていう、まあ、大当たりがこの3つのマイナス効果ね。で、これが金文字になってるので、まあ、これだけが金なんですよ。だからこれかなり当てやすいのかなっていう、ところと、効果が圧倒的に強い。3000ダメージもまあ普通に強いんだけど、気力ダウン多分1本かな、うん、大幅とか書いてないから、まあ、多分1本だと思うんだけど、それに加えてこのエナジーをゼロにするっていう。で、これが強すぎて、あのポルンガルーレットって確かね、バトル開始時、あのラウンド開始時に効果が発動したと思うんだよ。要はユニットを発動する前に当たると思うから、そのタイミングでこれをやられてしまうと、あのユニットせっかくね、戦闘力制限とか復活ユニットを打ちたかったのにゼロにされるとユニットが腐るじゃんっていうユニットキラーだなと、思ったんですが、まあ、もちろんエナジーガードを張っていればこのゼロにするっていう効果も、まあ、おそらく受ける必要がなくなる、のかなっていうところで、まあ、かなりでこれは痛いんですが、まあそうだね、ポルンガルーレット自体が結構難しくって、これポルンガ究極ドラゴンボールっていうのが、要はチャージインパクトに勝利するために増えていくんだよね。で、最大で7個なんだけど、例えば自分チームのアタッカーが2人で連携アタックした時に、ポルンガルーレットのこのポルンガドラゴンボールが2個増えるんだよね。要は連携人数分増える。で、ミラクルを出すとそこにさらにプラス2個で、そのシステムが、まあ、そのまんま引き継がれるかどうかどこにも書いてないからわからないんだけど、もしそのまんまだとしたら結構難しいです。はい、2ラウンドで発動させようと思ったら、まあ、かなり至難の技なので、まあ、大体対人戦だと3ラウンド目か4ラウンド目ぐらいに発動するのかなっていう。で、ちなみにミラクルパーフェクトってさ、今の環境ほぼ出ないじゃん。てのも、アニバ悟空が横行しすぎて、アニマ悟空の影響でミラクルパーフェクトが多分今のバトスターほぼ出てないと思うんだよね。で、もちろんアニバーサリー式の悟空を使ってなかったらさ、まあ、時々玉とかでバンバン出るんだけど、まあ、それの時々玉のミラクル環境に歯止めを刺すのがあのアニバーサリーシークレットの悟空だったんだ。で、あれの登場でミラクルがほぼ今出ないから、あのミラクルでのポルンガドラゴンボールゲットはちょっと現実的ではないのかなという気がしました。はい、そして3人のガードがアップ。自分チームのガードが高い3人のガードプラス5000。はい、これ結構でかいですね。まあ、ガード向こうのゴジータとかがね、敵チームにいなかった場合はこれで守れちゃいます。さらに仲間3人が敵のガードとダメージ軽減効果を無視する。自分チームのパワーが高い3人が敵のガードとダメージ軽減効果を無視して攻撃。はい、これは強い。多分この中で一番強いかもしれない。3人がって書いてあるんだけど、パワーが高い順だから、まあ、調整可能だし、ヒーローアバターにはもちろん乗っかると思うんだ。ってなると、まあ、ターレスとかでさ、こうパワーをね調整して、まあ、火消し悟空でもいいけど、その3人が貫通になると。で、3人貫通ってことは、まあ、3人に貫通とはがついてるのと同じ状態だから、これは恐ろしい火力が出るでしょうね。うん、だから多分これ集めづらいからさ、なんだろう、効果もすごい強くしたんだと思うんだけど、いやー、これは相当強いでしょうね。2人でも良かったんじゃないかな。で、敵チームのパワーが高い3人のチャージインパクトスピードが超速くなる。あー、これはそんなにだね。で、敵チームのガードが高い3人のガードとダメージ軽減効果を無効にする。はい、これもさっきのと言っていることはほぼ一緒なんですけども、例えばこっち、いやー、まあ、こっちかな。最初に敵のガードが高い順から3人のガードとダメージ軽減効果を無効にするっていうことは、まあ、ゴンゲビルスとか限界突破ブロリー、あそこら辺にかかると思うんだ。っていう風になると、まああそこら辺硬いから、その1体のガードと軽減さえ潰してしまえば火力が通ると思うんだよね。ってなると、こっちの方が火力が出せる盤面が増えてくると思う。
でこっちは汎用性が高いから、まあそういう敵とかに限定されずに、まあ3人仲間3人がね貫通状態にして攻撃できるようになるんだけど、こっちは相手依存、要は相手の硬いキャラクターが、もう特定のね硬いキャラクターがいる場合は、まあこっちの方が強烈でしょうね、っていう違いが一応あります。で敵チームじゃないね、自分チームヒーローエナジーがプラス3、はい、まあこれを1投使いたい時にこう補正としてかけるといいんじゃないかな。で自分チームのパワーが高い3人のパワープラス1万、はい、パワープラス1万でかいですね。まあこれもねパワーマイナスとかにねこうなった時とかにこれで戻せるようになるので、まあこれも強いんだけど、多分貫通にした方が強いと思うから、まあ本当にパワーがなくて困ってる時とか、うん、1万だよね、10万じゃないよね、いやでもこっちの方が火力が出るだろうね。でアイコンゲットするとバトル終了時スーパーポルンガビッグボーナスが発生、経験値大量ゲットのチャンス、はい、経験値が最大で1万、これも前回が1000だったんだけど、まあ今回からねこう1万にパワーアップしてます。はい、経験値総取りだね、1万っていうと結構でかいですからね。はい、という感じでポルンガルーレット変わりました。まあこの中で自分が一番いいなって思ったのは、まあこの敵チームじゃなくて自分チームのパワーが高い3人の敵のガードとダメージ軽減効果無視、これがいいなって思ったんだけど、まあ、状況次第ではこの敵チームの記録をダウンさせてその敵の1本の記録で先行が取れる盤面とかも絶対あるから、ここら辺でこう気力を下げて先行を取って、まあね3000個点もついてるから倒しきれるっていう盤面であれば、まあこっちの方がいいし、まあ、そこは本当に状況次第、だからこれあれなんだろうね、目押しができるようになったんだろうねいう感じでですね、まあ外れ効果的には多分この一番チャージインパクトスピードが速く、するやつがいらないと思うんだけど、その他はほぼほぼ当たりで敵をねもう仕留めたい、このラウンドで仕留め切りたいっていう時は、まあ、貫通かこの3000固定かを選んで、うん、まあ、攻めるという感じになってますね。はい、正直パワー1万もね、まあ、でかいにはでかいんだけど、これもパワーが例えばマイナス2万だったとしたらさ、ね、マイナス1万になるじゃん。でマイナス1万だったとしてもプラス0、あのプラマイ0になって、そんなになんだろう、あのパワーマイナスになっちゃったらあんまり変わらないから、パワー下げ下げデッキとかに当たった時はこれそんなに使っても意味ないと思うんだよね、うん、ってなるとやっぱりこう貫通つけてもう火力上げた方がいいし、そんな感じです。はい、まあ、早くやってみたいっていうのと、これ効果がどこにも永続って書いてないんだよね。あの永続ともそんなラウンド限りとも書いてないのがちょっとやめてほしくて、どっちなんだろう、多分どこにも書いてないんですよ。でそれ次第ではね結構変わってくるんですけど、うん、まあさすがにそのラウンド限りかな、うん、そのラウンド限りっぽいね。だって3人が永続貫通ってやばいもんね普通に考えて。はい、ということでポルンガルーレットが以上になります。でバトルスポーツスタジアムの情報をここから話していきたいと思うんですが、バトルシステムが新コンテンツの追加、一部機能調整、これね結構すごくて、まずはパワーアップポイントその1、バトルタワー登場。さあこちら前回ね、はい、報酬次第ですねって言っていたやつなんですが、報酬書いてありました。まず2フロアに経験値プラス200で、3フロアが経験値プラス2000と友情2倍と、オラワクワクしてきたぞ。このスタンプは多分みんな持ってると思うんだけど、まあこの3つの報酬ね結構でかいですよね。で4フロア、5フロア、6フロアで経験値プラス3000、からのヤムチャスタンプで、7フロアで経験値プラス1000、8で5000で、9で下がって1500、最後が7777になってます。はい、これなんで下がったんだっていう感じなんですけども、これ全部獲得したら結構えぐい戦闘力じゃないや、経験値になるよね。いくつだ、9000の14000、15000、18000の、まあ2万ぐらいかな、2万ちょっと経験値がもらえます。でさらにこれと並行してプレイボーナスっていうのがあるんですけど、これもね何気でかいんですよ。まず1回目が経験値プラス100でしょ、で300、500、1000、1500、2000、3000、この時点でまあ大体8000ぐらいで、まあ友情5倍とかもあるんで、まあ、一応友情上げもできるにはできるんだけど、そんなに5個は関係ないかな。
友情上げのデッキではさすがにいかないと思うから。で、30回目、これね、セントルキラプレベル10もらえちゃうんですよ。で、雨季の中から一種選択なので、ランダムチュースじゃないです。っていうことは、好きなアプリがもらえる。で、記録ダメージ無効アプリ、ガード、ダメージガードアプリ、気絶無効&必殺技発動アプリ、ダメージ長期アプリ、この中からランダムじゃなくて、一種選択してもらえるんですよ。で、これがめちゃくちゃありがたいなと思いました。まず優先順位的には圧倒的に気力ダメージ無効アプリ、これはないと話にならないです。バトスタと言ったらやっぱ気絶無効気力ダメージ無効ないと正直めちゃくちゃしんどいので、まずはこれを優先しましょう。で、これ持ってるっていう人は次にこれ、優先順位その2、戦闘力キラーアプリレベル10、はい、敵チームの戦闘力 65% ダウンさせるアプリで、まあ、これもねやっぱり戦闘力7000制限とはまた違った旨味があって、なんだろう、戦闘力7000制限の方が確かに使っている確率使用頻度は高いんだけど、もう戦闘力7000制限でも先行が取れない状況とかってあるんだよ。で、逆に7000クイック対決になったりね。で、そういうのを回避するために敵チームに固定戦闘力がいなかったり、あとは 65% 戦闘力を下げたとき敵の戦闘力が5000とか6000しか出ない状況ってあるんだ絶対。っていう時に使うと7000制限よりもこっちの方が先行が取れちゃうんですよね。で、これは本当に大事なのでマジで取るようにしましょう。これも必須級アプリの一つで、まずこの2個でしょ。で、あとはまあそうだね、必須級かどうかで言うとまあその2軍クラスにはなるんだけど、これダメージガードアプリですね。はい、これが優先順位の3番目。はい、自分チームの受けるダメージ 40% 減ります。なのでこれもね、守りたい時にこのダメージを貼って守るっていう、ことができちゃうので、まあそうだね、 40% 軽減も欲しいかな。いやこれも1軍だな。で、その次にこのダメージ超キラーアプリだね。はい、これは何かっていうと、敵チームの中からパワーが高い3人の与えるダメージを超ダウンします。はい、極炎アプリって呼ばれてますね。まあこれも一軍でしょで、極炎アプリは敵のその3人の与えるダメージが 90% 減るんだ。で、互換性がこれめちゃくちゃあって、ダメージガードは 40% 軽減が全員で、ダメージ長期アプリが敵の3人の与えるダメージが 90% 減でしょ。なので、まあ本格的に守りたい時はこっちなんだよね。要は敵チームの攻撃全部が激しいときは、まあ、もちろんこっちの方がいいんだけど、その特定の3人、特定の3人未満の敵の攻撃が激しいとき、要はサイヤ人女の子とかサイヤ人男の子のゴッドカメハメハとか、あとは何があるかな、まあ、アニマ悟空のねパワー10倍とか、まあ、そういうやつがあるときはこっちの方が意外と守れちゃうんだ。要はその3人の攻撃さえ止めちゃえばいい、他の攻撃は大して痛くないっていう時はこっちを使うといいです。はい、なのでここ互換性があって、まあ、使い分けもねちゃんとあるので、そこは状況を見定めてね、はい、使うようにしましょう。はい、とにかく守りたいってなったら、まあ、どっちかを使う、まあ、どっちも入れててもいいと思います。枠があればね全然どっちも入れててもいいと思うし、最近って多分みんな VR 入れてないでしょ。ベジットとかねトランクスゴッドとかもらったと思うんだけど、多分あれあんまり入れてないと思うんだよ。で、その VR が減った理由っていうのも、ベビトラがちょっと減ったってのと、まあ、前世紀よりがね。で、プラスガード無効ゴジータが多すぎるんですよ。で、 VR の旨味ってその1枚出しで守れちゃう点だったんだけど、今って VR 出してもガード無効にされたり、あとはガード1ロックオンとか転送とかでね、とにかくそのガードってすごい脆いんですよ。なのでそこら辺で守れなくなったので、こういうダメージがダメージガードアプリとか極炎アプリが入るようになったっていう感じなので、そこの枠にこのどっちかを入れるといいと思います。はい、でラストのこれはよくわかりません。これはなんだこれなんだ、初めて見たぞ。気絶無効必殺技発動アプリ、まあ、これ詳しい人いたら教えてほしい。前回のコメント欄でもこれいなくてさ、これなんなんだろうね。新規アプリなんかな、初めて見たけど。まあ文面見る限り気絶無効がつくってのと必殺技が発動可能になるんでしょう。まあ、全員っていうのはありえないから、そうだね、2人とかパワーが高い、まあ1人2人じゃないね。それかこれ自体がもしかしたらね、3ラウンド目の可能性もあるので、だとしたらその昔のガッチャンアプリみたいな感じになるのかな。てかそうだよね、そもそもこれさ
何ラウンドってどこにも書いてないんだよね。まあ、記録ダメージ無効アプリも1ラウンドバージョンとか普通にあるし、ちょっとそこが怖いんだけど、まあ2ラウンドであることを信じよう。いや、さすがの運営もこれは絶対2にしてくると思う。な、前回その1ラウンドバージョンでこれ失敗してるしさ、絶対にこれは2にしてくると思うから、もう信じるしかない。マジで本当に1か2でマジで変わってくるからさ。はい、でパワーポイントその3、カジュアルバトル登場。さあ、気軽に対人戦が楽しめるカジュアルバトルモードが登場。さあ、来ましたね、こちら。はい、カジュアルバトルとランキングバトルってあって、まあ、ランキングバトルはポイントが発生するバトル、カジュアルバトルはポイントがありません。なので、まあ、こっちはね、その勝敗関係なく楽しめる。要は負けてもマイナス100ポイントされないから、まあちょっとね、今自分の腕が鈍ってるなとか、修行したいなっていう時はこっちでね、練習して、で本格的にバトルしたいなっていう時は、まあランキングがバトルでね、ポイントをねゲットしながら楽しむ、っていう感じにするといいかなと思います。はい、デッキなんだろう、デッキ模索期間とかみんなあると思うんだけど、そういう時もカジュアルバトルめちゃくちゃ使えると思います、これ。はい、限定イベントバトルが行われていないときはいつでもカジュアルバトルで遊べるぞという感じになっています。はい、でパワーポイントその4、対戦マッチングを調整。今までよりも実力の近いライバルとマッチングするようになる。はい、これも結構嬉しいですね。はい、限定イベントとカジュアルバトルで対戦相手が見つからない場合はコンピューターデッキとマッチングするように。でマッチング調整により同テンポでのマッチングが不可になります。はい、これはまあ不正防止ですね。でこれで以上になります。はい、ということで結構ね、今回も情報盛りだくさんだった、ですけれども、かなりね大幅アップデートされますね。コルンガルーレットもそうだけど、このバトスター自体が結構変わってきてて、まあ新規参入がしやすくなっているっていうのはまあもちろんのことなんですけれども、こういうガチ勢にも嬉しいねシステムが導入されたりとかで、まあこれも普通に嬉しくて、あの自分の戦闘力キラーアプリってまあ1回配布されたやつなんだけど、ステータスがちょっと低いんだ。で例えばこれがさ、ステータスもしもね、まあ固定じゃなくてそのランダムだった場合はもうそれで戦闘キラーアプリ選んじゃおうかなって思ってるからね、そこで高いステータス出ればラッキーだし、であとはこのダメージ超キラーアプリ、これもないアバター普通にあるから、まあこれも欲しいしみたいな感じで、ちょっと普通にねガチ勢からしても嬉しい。であとは育ってないアバター普通にあるから、そこら辺のねレベル上げもやりながらバトスターやれて最高じゃん。はい、という感じでめちゃくちゃ次の環境楽しみなので、ぜひ皆さんもね、はい、やってみた時にはこの感想をねぜひ教えてください。はい、今回のビッグワンミッション7弾、これ7月じゃなくて3月の18日に稼働予定なので、まあその日またね初日からプレイしに行って、連呼動画なり使ってみた動画なり上がるので、ぜひそちらを楽しみにしてください。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。